アスリート、トレーナーのナンバーワンプロデューサー、浦中です。アスリートやスポーツチーム、そしてアスレチックトレーナーをプロデュースするという観点から毎回音声を取っていきます。今回はですね、なぜアスリートやトレーナーをプロデュースするのか、その理由について、少し音声を取っていきたいと思います。私は常々、こう考えます。アスリートもトレーナーもテレビ番組に出演する芸能人と一緒であるということですね。適切な芸能人を配置し、それぞれに役割を与えることで面白い番組を作ると。それがプロデュースをする人の仕事ではないでしょうか。では、プロデュースをする人、いわゆるプロデューサーはテレビ番組にどんな人選をするかというと、やはりエッジの効いた人物、旬な人物、そして番組に適した人物をキャスティングするでしょう。ですから、売れている、芸能人、これは自分自身をプロデュース、セルフプロデュースっていう言い方がですかね。これができなければなりません。アスリートや、トレーナーも同じです。よくそのセルフプロデュースの重要性っていうのは何度もお伝えしていると思いますが、これができていないと、その他大勢の人たちに埋もれてしまうわけです。全く日の目を浴びないこと、これもあり得ます。唯一アスリートやトレーナーが芸能人と違うのは、近くにプロデューサーという存在がいないことです。ですから自分自身を、そしてチームをプロデュースするという方法もわかりませんし、もしかしたら必要性すら気づいてない人たちがほとんどだと思います。ですからそんなアスリートやスポーツのチーム、そしてトレーナーの力になりたいというふうに私は思っています。頑張っている人、優れた知識や技術を持った人、やっぱりこういう人たちを応援したいじゃないですか。本物っていうのがちゃんと活躍できる世の中を、作っていかなければならないというふうに私は常に感じております。これが私がですね、そのアスリートであるとか、スポーツのチーム、そしてトレーナーをプロデュースしたいと。そういう思いに、なっております。はい、今回は、以上になります。ありがとうございました。